はい、お昼になりました。今日はポプラでポプ弁買ってきました。ご飯大盛りキャベメンチ&ハムカツ弁当ですね。ふりかけは鮭、よいしょ、これと、あれこれ昔から煮卵入ってましたっけ。煮卵が今日入ってますね。うまそう。これでね、561円ですから何度も言います。袋代込みで561円でこんなにほら美味しそうなね、メンチが、大きなメンチが3切れ、そしてハムカツも入ってます。で、煮卵ね、ご飯大盛り、はい、いただきます。犬みたいになって、うん、ああ柔らか、うん、ハムカツさんが、うん、うめっ、うん、あっちでさら熱っ、ことさらうまいよね、うん、今日白島のローソンで買いました。これメンチね、うん、この塩コショウ、ブラックペッパーの加減がいいんですよね、これ。うん、煮卵、うん、あ、しっかり味ついとる、うん、黄身が濃い、黄身の味が濃い、うん、ハムカツうま、うん、お正月はおせちもいいけどポプ弁もいいですよ。
かついて冷ますとか、いやー隣のトラックがおらになったけめっちゃ日が当たってきた。まぶせ。熱っ。窓全開。熱い。目の前が国道54号線なんで車がめっちゃ多い。1、2、4車線、5車線ありますからね。うん、なんでこんなに安い？ね。水もキンキン、キンキンケロンパ、うまい。すごいね、今目の前をね、パンチパーマのおばちゃんが歩いてます。ということで、本日はローソンでキャベメンチ&ハムカツ弁当をいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ぜひ一度お食べください。